はい、どうも、こんにちは、ひかるです。星空ですね、新しいイベントがね、来たので、まあ、指導のイベントが終わって、その、2日後ぐらいに、スライム軍団イベントがね、来てます。これは、まあ、正直パッと見たんですけど、やってもやらなくてもいいぐらいのイベントなんですけど、絶対手に入れておきたいのが、まあ、この見た目が欲しい人は、ま、見た目のやつ、もう手に入れる。いや、これのメタルスライムバージョンもあんねん。ほら。おお、ほんまや。これのメタルスライムバージョンもあるんでね。まだ、まだいいな。だからまあ、まあ欲しい人とこれと、あとね、このスライムのうちわっていう、なんだっけな、スライムうちわ。これは結構ね、取っといた方がいい。これのスキルがね、強いんですよ。メインスキル、スライムシャワーっていうのがあって、これ、最大値330%の攻撃、スライム族の敵にね。だからこれを多分、でかいな。取っといて、スキルレベルマックスまで上げとくと、まあ、どっかで役立つんで、これは取っときたいかなっていう。でもピンクウィンドは別にそんな強くないんで、まあどっちでもいいかなって感じですね。また全体に混乱状態なんですけど、そんな強くないんですよね。まあそうやな。で、あとまあ欲しいのがこのスライムピアスを生産した時に大成功したらメタスラピアスに変わるんですよ、これ。うわー、このでメタスラピアス結構強くて、麻痺ガードプラス中がつくんで、まあ、だからこれ結構いいと思うんでね、これはまあ取っといた方がいいと思います。結構強い、うん、普通にいいやん。だからね、かなり。作りまくるしかないな。そう、作りまくるしかないから、このスライムピアスを作りまくって、メタスラピアス、できるまで頑張るのがいいかなと。で、まあ、他のやつはね、弱いんでね、正直。まあ、とにかくメカーシールドをわずかに高めるっていうのがあるんですけど、まあ、これセットで装備したら、結構カースようになるんかもしれない、もしかしたら。確かに。全部セットで装備すれば、かなり、カースようになるんかもしれんけど、まあ、わからへんからな、この辺についても。まあ、余ったら作ってみるぐらいの感じやな。いやな。まあ、とりあえずこんな感じで。で、プラスアルファで、ガチャも来てます、イベント。おー。炎のブーメラン&クリムゾン装備。で、これで、かっこええな、でも。ブーメランと爪が来てるんですよ、武器で、まず。で、炎のブーメランがバーニングバードっていう、まあ、羽鳥さんですね。はいはい。モーニングバード。羽鳥さんのモーニングバードですね。どうなんやろな。そう、羽鳥さん、視聴率、特大抜いたらしいから。え、そうなん？特大、特大じゃなくて、あれや、すっきり抜いたらしい。やばいっすね。なんかその、朝の番組の視聴率って、特大1位で、すっきり2位の2強やったよね、もうここの。あ、そうなん。そこに、羽鳥さんの、来とうから。マジで？もう抜いてもらう、すっきり抜いてもらうから。やば、でも、ええもんな、羽鳥さん。羽鳥さん、来てもらうから。絶対は。ゴイゴイ言ってもらうから、羽鳥さん、ほんまに。その2強を覆したものかな。やばいな。まあ、調子がいいんですね。このスキルなんですけど、多分ブーメラン専用なんですけど、50% の5回攻撃で 250% ですね。お、でかいな。で、これ多分敵のいずれかなんで、爆裂剣みたいな感じなんで、敵が死んだ後も攻撃続くみたいな。はいはいはい。感じのタイプだと思うんですよね、おそらく。なるほどな。一体やったら、まあ、ブーメランの中ではもう一番強いですね、明らかに。まあ、そうやな。で、次が、コブドウの爪。これもね、結構すごい。攻撃力高いし、で、サブスキルにタイガークローがあるんで、もうこれだけでも結構強い。まあ、そうやな、タイガークローええよな、3回攻撃やろ。プラス、浸透滅却っていう、これね、多分、どの職業でもつけれるやつなんですけど、スキルなんですけど、まあ、ブレス耐性 60% 上げる。ああ、でかいな。で、これ、スキルレベル1で、多分これやから、レベル上げれば多分 80% ぐらい上げる可能性あるんでね。渋いな。相当ブレス耐性。しかも、ブレス全体やから、炎耐性だけじゃなくて、闇のブレスも炎のブレスも、氷のブレスも全部防げるから、めっちゃでかいな。で、考えたらこれめっちゃ強いかもしれんな。もしかしたら。あとあと。で、次のウルビアの大盾は、まあこれ普通かな。正直、スキルが防御なんでね、弱いですね、まあ、そうやな。なんか特殊スキルじゃないんで。で、クリムゾンヘルムとかクリムゾンメイルはギラ耐性が高い装備なんですけど、そんな多分いらないかなっていうぐらい。そうやな。うん、ぶっちゃけ弱いですね。正直言うと。確かに。微妙。だから欲しいのはまあ、まあ武器かな、やっぱり。まあ武器。防御弱いんでね、正直。防具は正直別にラードトームとかと変わんないんで、あんまり。苦労が欲しいんや、だから、コブドウの爪欲しいかな。これが結構ね、目玉かなと。この、浸透滅却は多分これね、後々絶対役立つ。いや、強いな。うん、絶対これ強いんでね。ブレス系の攻撃持ってるやつでもまあ多いんで、これは多分結構強いと思います。自分だけなんですけどね。まあ、ただ、最低でも2ターン有効なんで、まあ、長かったら多分3、4ターン持つんで、そうやな。まあ、これは結構強いかなと。狙い目。これが。狙い目やな。まあ、あとは、そうやな。まあ、不具合があったらしいな。早いな。嘘。何の不具合や。モンスターが使用がスキルの刃の防御を使用した際、2ターン目までは防御している縦マークが表示されている、3ターン目も効果が続いてしまっている。なるほど。あとでもなんか、ワンツーの追加イベント来るらしいんで、結構、まだ取りこぼしがあったやつは、マジで、いけます。
まあまあ結構いいですね、熱いイベント。多分ラダトームしかもレベル上げにまた使えるからな、これ。まあそうやな、修正入ってんからな多分そこは。だからラダトーム装備を集めて経験値乗せていくっていう。はい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 。敵はめった切り。これ全体やったらめっちゃ強かったけどね。まあそうやな、全体の 50% やったらまあもうやばかったけどね、うん、だいぶやばいやろ、うん、これ S ぐらいで多分。浸透めっちゃ、これ2ランク上げるってこれやばいよな。うん、これいいな、これ強いなこいつマジで。ねえよ、まあとりあえずまあただ俺別に爪もないしブーメランも装備ないんでね、これあんま引く意味ないんですけど、まあ、スキル狙いでスキル狙いでとりあえずあとまあガチャ1回引いとこうかなっていう。さあな、まあ1回でやってる、まあ1回で当てようかなっていう感じですね。もうこれ、まあこういう時のパターンなんか3で終わりそうやな。まあコブドーナツめぐってたらやばいけどなほんまに。 7% やもんな。でも言うて 7% 結構ほんまありますよ、ね、意外とやな、行く時は行くからほんまに。うん、いやーこれ外れ多いな今回。外れ多いないらんもんなこの辺別にまあでもブーメランと爪のイベントがほとんどなかったもんな、うん、そのずっと、まあ、ブーメラン持っとってもいいやけどな、それなんかいつか役立つかもしれんから。あー転職した時にな、このバーニングマでも強化したら強になりそうなんだ、だいぶ、うん、スキルレベルそやな、うん、最初50やけど多分最後 100% ぐらいになったら、 100% なったらだいぶだいぶでかいな、うん、5回攻撃やからだって 500% やったら、うん、普通のなめっちゃ強いからな 500% って。そやな、敵一体やったらもう、うん、いやめっちゃ強いな、ブーメランの技はほんまに。お久しぶりやな。わ久しぶりや、俺もめっちゃ久しぶりやこれみんな全部ほんまにたまらんからな。まだ今レジェンドボーナスがあるから、まあ一応多分3500から次レジェンドガチャ来た時は一応もういけるから。まあそやな、その時用にな残しとかんと。これはでも1回で2回跳ねたんやんな。2回跳ねたらな、2回跳ねんでも行ってほしいとこないけどな。いやいやほんまに無理やろな、やもうそれもそれそれこそもう。じゃあでもお前今日寄ったから約束したから出してくれよ。いやいや何の約束全然したやんほんまに。いやほんま、ね、これ出せんかったらまだ。いや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 めっちゃプレッシャープレッシャーかけんな。じゃあ行くで、行きます。そんな早く行ってんか。あーそやな、もっとこれ1回しかできんからなこれ。あーまあそやな、1回切りですよ、ね、1回切りやでほんまにこれ。俺のた、うん、パワーは貯めとかなあかんな。これ引けんかったら名人ネスタの T シャツ2枚ぐらい買ったってネスタ T シャツやばいやろ、全然ネスタいらんけどな俺。あ名人に買わなあかんのか。1万ぐらいネスタ1万する。え嘘マジで。5000ぐらいしますよ1枚。はい、あそんなするんや。あーマジで結構あんなんいらんやろ、ユニクロでええわ。いやわからへん、なんかもう麻薬吸っとるおっさんが乗っとる。あれボムマリーやろ、ボムマリーネスタどこにまでネスタのブランドがあるんかがわからんもん俺には。もう見たことないネスタ、ライオン買うとかも多分あれ地下施設とか行かんかないんじゃん。クラブの怪しい地下に売ってそうな。確かにありますよ結構。多分名人ヤバい系のところらしい、踏み込んでさ。いやいや賞味、いや僕ちゃん地下とか入ってないですよ僕。地下しゃあ頼むで。あもういきます。最近でももう25回ぐらい多分出てへんかな星5が。 まず1回も。あマジで、うん、全然出てない。25連ぐらい出てへんで今のところマジで。じゃあもう、うん、もうそろそろ出てもおかしくないというか、もう出ない逆に困るっていう感じで、ね、ああなるほどな、うん、出そう。あここ欲しいな、うん、来るわ。爪切だ切ようで。今歩いてきよう。歩いてきよう。どうやって歩いてきようしゃあ行くでー。真空ぶったげれ。うわバリしょぼい。真空ぶったげれバリしょぼいやもう。うわうわ。あでもまあこれ一応メインスキル刃やから、まあもうスキルレベル上げに役立つで。ああよかったよかった。まあ刃砕き使っとうからな。まあそうやな。まあ最低限まだ変なやつがあるよりは、刃砕きは使えるから。刃砕きどんな武器でもこれセットできるから。まあまあそうやな。だそう考えると刃砕き結構ええからな。あー危なかったわ。必要最低限、うん、最低限やほんまに。まあただ底辺な、底辺やな、まあ、やなほんまに3やからな、うん、どこまで言うてもな。うわー辛いな俺5出る気したんやけどな。まあ刃のな刃砕きはほんまこれええからな結構、うん、まあまあまあそやな。これ結構ランク B の武器ついとるって結構ええよな。攻撃やるやんな、なんか確か減少させるみたいな。そう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 。しかもレベル6やから今レベル10まで上がるんでこれ。だレベル10まで上がったら多分攻撃力 290% ぐらいいくからこれ多分。あでかいな290。だいぶ強いんやなこれ。確かに後半来た10発上がるから、だから最終 280% ぐらいいくんかな。 あ270% か。あ結構これ強いんで普通に。で時間もあれか、うん、チャージされていくから。そうやな、これ結構 A スキルやと思うで。誰でも装備できるし、まあ兜割りの攻撃バージョンみたいなもんやから。ああいいね。めっちゃスキルあったけど、どうこのこれ気になってんの俺。なこれ何なのなこれ。弱いけどまあええか。
まあ、で一番この中で強化しておきたいのは、まあ、ぶっちゃけミラクルスピアやけど。ああそやな、ミラクルスピアやな。ただ槍武器をな装備できひんかって一緒なんやな。ああまだ持っとっていいかな。うん、まあまあまあ、そやな、ぶっちゃけな、うん、持っとっていいよな。セットだからミラクルソード装備しとうから。あーこれな、もう刃爆だけセットするあれがないんやな。灼熱斬りのところでんじゃん。いや無理やねん。あ、そうやな、補助特技やからあれ。だからここかな。あ、無理やわ。あ、いけるやん、ここ。あ、もういけるで。猛毒攻撃でも一個強いやろ、これ。いや、結構な、これ結構渋いからな。うん、ほんまに。ただでも、あーまあ、まあ迷うところではあるな。まあまだええわ。うん、まあまあまあ、そうやな。ミラクルソード強いからな、これほんまに絶対いるからな。ミラソはいるな。まあでも、もうちょいしたら、でもまだ武器な、増えたらな。そう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 。まあ、俺、モラバギリセットしたいんやけど、本来は俺、これ。なんか強そうやろ、これ、めっちゃ。なんなん、220%。これ、ああ、威力か。これ強い。でも反動が。これ、レベル1でこれやから、レベル10になったら多分300超えるからね、やば。ああ。多分俺が思うに。だいぶ強いと思うんだ。まあ、にしても、出んな、やっぱ。まあ、そやな、なかなかやな、やっぱ、なんか10連せな、電気せえへんもんな、俺も、最近。ああ。ほんまに。確かにな。この1回で引いてたら俺もう神様やったからな、マジで。な、うん、浸透メッキャが欲しかったな。いや、欲しいな。これ絶対強いやろ。いや、絶対使えるからな。うん、絶対使えるからな。ブレス系多いからな、しかも。攻撃してから使えるからな。うん。まあ、というわけで今回はガチャ失敗したんで、次はね、スライムイベントね、いっぱい来てるんで、これ、行こうかなっていう。何個は行ってるんですけど、うん、これ。次、キングスライムかな。キングスラ。スライムの心。メタフラ、あ、メタプラ。心いるやん。お、スライムダークの出てくるやん。かっこいい。なあこれ、うまい。多分俺ごめん、この ラストのウルトラスライムのとこでね、メタルスライム出てくるっぽいんですよ、ね、あ雰囲気。はあ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 。まあでもゴールドも結構入るやろから。ブーメラン装備で勲章切ってくる。ブーメラン結構スライムほんまいっぱい。でこれめっちゃ金入るよな。うん、めっちゃ増えた。このねイベントね、金めっちゃうまいんで、うん、3つクリアしただけで結構入ったんで、多分一発で何本ぐらい入るのこれ。多分2000ぐらい。2万ぐらいかな。2万は入ってないな。入ってないかな、2万。どんなんやん。3個クリアしたのに1万1000しかない。まあ、とりあえずちょっと強化しようかな。今、ちょっと強化中の武器は、サマルトリアの剣。まあ、アタック強化したいからな。でも、縦もうちょっとであれじゃん。マックスやったんじゃん。マジで。あ、これ？うん。あ、ほんまローレッシャー。よーし。見て、経験値バリマ。やばいやばいやば。バリマ。うわ。まあこれもう使ってへんからね。まあまあまあ、そやな。どうしようかな。星4やしな。いらんのよな、別に。もう選手のことだって別に正直。うん、まあ持っとってもええけど。まあラズトンだってプラス10あるけどな。ああ、いや、それはそんなせんでよくない。でもここから先高いで、金が。1個につき。ああ、そうか。そやな。それはでも使った方がええかもしれない。そう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 。もう高いんやな。うん。コインぐらいが。やっちゃいますか。と。あ、超える。あかあかあか。あ、めっちゃ超えるやん。めっちゃ超えるわ。もう3000。2500ぐらい超えるやん。3000やったらちょっとでやん。じゃあもう。3000やったら縦あるんじゃん。縦適当に縦な。あ、あれいや、あれこれ、あ、そっちな、うん、これ。あ、でも確かにな、まあ、これ1個とめっちゃ多いもんな。これでいけるんか。いけんじゃないですか。あと1個や。あと1個なんかもう、なんかちょ、もう1回鉄の胸当てとかでいいんじゃん。こんなんでいいんじゃん。いけるん。あかんや、足りひん足りひん。じゃあもう1個防御クラスか。もうええんちゃん。まあこれ使うわ。これ結構入るやろ。でもあれ、まどけ。え、やば、最後は。なんでなん、なんでなん。え、まだ最後の大暴れ。え、うざいうざいうざい。もう大暴具2個、うん、いとけ。大暴具2個いとくか、これもう金かかるしな。ちょーんと。オッケー。あ、いけるな。あー、800か。まあまあまあ、ええか、ええわ。ええわ。これで大成功とかした。これでとりあえずね、中2の守備力が一気に上がった。61やからな、これ。うわ、でかっ。え、これ、あれや。あれやる、ラザドームより強いんじゃん。もうラザドームより強いぞ、これ。1強い。1強いな、ラザドームより。マジか。じゃあ、主人公装備した方がいいな、これ。そやな、逆、うん、逆にした方がええな。うん、てか主人公デザイン的にも俺こっちの方が好きなんだ、ラデトームより。あー確かにな。ラデトームってなんかサマルトリアでなんか使い回しみたいな。あー確かに、うん、あれしとうからな。なんか色地や、色地、うん、そう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 。なんか日本とバングラデシュみたいな感じよ。全く意味わかんない。いやいや、国旗国旗国旗やって。こっちのデザイン的にあっとんやな。オッケー。お、200なんだ。来たよ。うわー、あ、強かったな。そやな、やっぱ縦1個マックスのつけるだけで、守備力が、ほら、段違いやん。やばいやばい。全然違う。おー、でかいな、これ。インテリアットもプラス30上げて、残りのこの、この鎧よ。玉鋼めっちゃ弱いから、これ。あー、弱いな。プラス13やから、これを多分、どうにかしたい。プラス、高いやつに変えれば、あ、どうのな。これを、これ何つけるん？ムーンブルクや。ムーンブルクや。あー、男。お、これ火薬魔力、意味ないんか、別に。さあ、こっち、どちらかというと親方やろ。やねんけど、親方は男やから。
飛んでいく。性別変えは無理っていう。変えよ変えよ。性別変えは無理っていう。メスに変えは無理。性別チェンジじゃ無理っていうのは親方は。うわ。そこも結構うざいよな。なんそんなあるんやな。逆に。なくなってまうな。うざいな。まあ後継ぎ強化したらやっぱ上かな。え杖はどうなん杖。杖は微妙な。杖もなんかこれな補助特技が多いんやな。ラリフォーとかじゃない。ラリフォーやで。やんな。めっちゃ補助呪文が多いみたいな。あいいやんでもこれ。2つ増やせるっていう。あでも攻撃呪文1個になるんか。そう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 。まあこれバギマだけか。あそうかベギラマもともと。でも結局サマルトリアつけた方がええやんって中2には。だって探検いけるからあいつ。ああ。魔法使い探検ありでこれやったらバギマセットできるし。猛毒切りもいけるし、で、プラスアルファ補助呪文も増やるから、回復装備させたら、ああ、ベホエミとかな。そう、で、はいはいはい、はい。C やから多分、ホエミか。ホエミを装備したら、回復力プラス十何歩が効いてくるやろ。ああ、でかいな。そう、それでいこっかな、みたいな。ウィンドエッジって何？これ普通にバギ属性の。ああ、はい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 。まあ、そんな強ないけど、まあ、まあ、最低限みたいなやつやな。総流の方がええけどな、それやったら。まあ、確かに総流強いからな。うん、結構ええな、あれ。何パーな、総流って何パーな、あれ。あー強えな、うん、強い強い300%いくやんこれ、うん、まただこれ無知専用っていうのがな、まあまあまあ確かにな、寒いよなこれ。まあ、しかも攻撃力バスタービップ70やけどこれ多分90、100ぐらいいくからなこれ。あーまあでも無知系でできたらな、まあ、全体攻撃っていうのがあれないけどな、まあまあまあな、微妙なとこなんやけどこれどっちしようかみたいな。本来これを進化させれたらな、うん、めっちゃつまらんやなこれ進化させたら、うん、やばいよなこれ進化させたら、スキルつけれるようになったらな。まあだから次は防具かな、やっぱり優先的に上げたいのは。まあな、防具やな。とりあえず親方の帽子ですね。どっちつけよう。ロレシア。ロレシアか。まあ、ロレシアの方が強いな、と思って。あ、もう守備力が高いもんな、ロレシアの。確かにな。まあ今後はこれを、強化していく。親方にね。うん。親方に食わしていく。もう食わしていくか、これ全部。ただゴールド全然たまらないよな、これ。いやな。ないっすよね、マジで。すぐなくなる。いらんけどな、この辺も全部を。あ、もうそうやな。一緒やもんな、結局、うん、経験値が。え、これ帽子は帽子の方が高いとこあるん？あるあるな、1.5 倍でこれ。あ、そうなの。同じ武器やったら全然違う。シルエット 1.5 倍はぁ、まあ今日貸しとくか。何もぐらい上がらないの。大成功来い。とりあえずね、守備力をね、全員のパーティーのやつ300超させたいんでね、俺は。あー、そうやな。1個のラインやで、300はやっぱ結構しんどいもんな、200台やったら。そうやね、そうやね、きついね。ブンブルクードも貸しとくか。うん、いやろもう。どれか一個偏らした方がいいやろ。うわ、ギリギリ足りるやん。けいけ。おー、やばい。ギリギリ大成功怖い。うわこれ大成功やん。これ中が怖いんな。もう無理やわ。もう無理や。お金がなくなりました。帽子か。一気になくなったな。てか帽子って俺、どうなってんの全員の帽子。インテリハットを多分、とりあえず親方装備しようから。スパイクバイザーやな。あ、じゃあこいつ装備してんのか、インテリハット。あ、チューニングインテリハットか。で、こいつスパイクバイザーやる。あー、HP が10下がるけど、守備力上がるわ。でも3しか上がらんの。まあ、でも、マックスも投げれば30上がるから。あー、そうやな。全然チャージだから。守備力30上がるやん、こっからプラスで。そうやな、マックスになったら全然。マックスだったらもうやばいな。うん、マックス上げたら、もう変えよう。もうスパイクバイザーも星5なんやけど使い道なくなるっていうの。確かにな。そこ寒いよな、ほんまに。寒いな。防具よりだから武器の方がええな。防具だってスキル取り出せへんもん、だって。あー、確かにな。でも、武器はスキル取り出したら星5でも、まあなんとか使えるからな。メタスラの剣とかも、しょぼらってもあれスキルは強いからな、やっぱり水星切りは。水星やばいよな。じゃあ今回はこれで終わって、次またスライム軍団のイベント1個ずつ、まあ1個ずつというか、まあとりあえずこの辺からやっていこうかな。キングスライムぐらいから、キングスライムとクイーンウルトラスライムあと2つ行こうかなと思います。じゃあ終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。